ンポン。今日の私はザ・天使。まあいつも脳内お花畑だしな。今日はあなたのいいところを唱えてあげましょう。唱えてどうする。まあええわ。じゃあついまちゃんの長所からどうぞ。よろしくお願いします。ふむ、けなげ、頑張りや。しかも容姿が可愛い、声が萌え、ちっちゃくて可愛い、デュフフ。僕と結婚して魔法少女になって。君よんな、うん、たく。まあついまちゃんはけなげで頑張り屋さんのいい子ってことや。これからも頑張ろうな。はい先輩。じゃあ先生、次はあかり先輩の長所をお願いします。え、そうですね、あかりちゃんの長所はエロホルモニックのところですかね。貴様、またまた。この前先生言ってたじゃないですか、的確なツッコミと時折見せる笑顔が可愛いって。え、厳しく突っ込んでもなんだかんだ一緒にいてくれるところが優しいって。はぁ、言ってないですけど。全然微塵もそんなこと言ってないですけど。そんなん言われると照れるわ。言ってないです。じゃあ次はあかり先輩が先生の長所をどうぞ。え、せやな。うん、思いつかない。なんで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 。ほら、こんな変幻自在ですよ。お前の長所そこで言えんか。またまた、この前先輩言ってたじゃないですか、アホっぽくて泣き虫でいつも元気な先生が可愛いって。え、いろんなことをしだすから一緒にいて楽しいって。はぁ、言っとらんわ。そんなん言っとるわけないやろ。あかりちゃん、ぽい、お前の方を悪くさせんな。あと二人ともこの…もうええしょうえ。はぁはぁ、ついな、恐ろしい子。ごめんなさい、みんな仲良しの方がいいかなって。まあそうなんやけど。じゃあこの前お二人が言ってた、